京都競馬場第10レースは貴船ステークス、関西上一戦出走馬16頭です。ゲートインは向こう上面の左手芝生の上、順調に行われています。内の枠入りを確かめて最後16番マイネルエースパス入ってゲートインが終わりました。スタートしました。揃っています。まずは芝の上先行争い、押して押して13番チェイスダウンが出ていきますが、かわして9番ゼンノサーベイヤー、前に出ていって芝からスタートに入ります。なお6番統計笑う角が落馬しています。さあ向こう上面前は9番ゼンノサーベイヤー、13番チェイスダウン、間からは8番コーディエライトと3番シバージ前4頭、5番手2番スティンライクビー、あとは2馬身差11番ヤマニンアンプリメ、直後に7番ニホンピロヘーゼルが行っています。あとは14番マルカソレイユ、内からは10番ワンダーサジェス、あとは2馬身後方16番マイネルエスパス800を切っています。1馬身半後方15番セネッティ、あとは2馬身差1番カネドシビバーチが行って3コーナーを回ります。あとは5番ディープミタカ、外は4番ラバーニーユ、2馬身後方12番クリノリーソックスも最後方です。3コーナーを回って前は並んでいます。内9番ゼンドサーベイヤーと3番シバージ、前2頭並んで4コーナーを迎えます。2馬身後方2番スティンライクビーが3番手、4番手大外13番チェイスタウンで第4コーナーをカーブ直線に向かいました。前は並んでいますが、内9番ゼンドサーベイヤーと3番シバージ並んでいます。あとは3馬身後方追い上げる10番ワンダーセゼス、3番手に上がっていきまして前2頭に迫ってくる、4番手は2番スティンライクビー、あとは11番ヤマニンアンプリメ、1番カネドシビバーチ接近するが、前は大外10番ワンダーセゼスが抜けた、10番ワンダーセゼス先頭降臨、2着は最後接戦。内が3番シバージ、1番カネドシビバーチ、11番ヤマニンアンプリメ広がっています。その後ろに2番スティンライクビーでした。なおスタート直後6番統計笑う角落馬競争中止です。ゴール前の競り合いから大外10番ワンダーサジェス捉え切りました。安城太宰圭介騎手、2着が広がりまして接戦。11番ヤマニンアンプリメ、1番カネドシビバーチェ、内は3番シバージ、2番スティンライクビーはわずかに遅れているでしょうか。タイムは1分23秒5、上がりタイムゴールまでの 800m は48秒6、 600m は36秒6でした。10番ワンダーサジェスは抜けて2着は内、3番シバージが残っています。あとは1番カネトシビバーチェ、そして11番ヤマニンアンプリメ、2着はわずかに3番シバージ残しています。なおスタート直後6番の統計笑う角落馬競争中止、現在カレーマの状態で向こう上面を走っています。10番のワンダーサジェス捉え切りまして大外から伸びています。お知らせがあります、お待ちください。お知らせいたします。京都競馬第10レースで6番統計笑う角は発走直後他の馬に関係なく騎手がバランスを崩して落馬したため競争を中止しました。